球連邦軍北米支部ラングレー基地。どうもタブヤンです。スーパーロボット対戦オリジナルジェネレーションズ後編をプレイしてみたいと思います。来たか。あ、京介がラングレーに転属させられたんだね。そんなに固くなるな。私はグレッグパストラル、ここの司令官だ。君の話は聞いているよ。災難だったようだな。いえ、機体を大破させてしまったのはパイロットである自分の責任です。私から言わせればそれを命じる者の方がどうかと思うかな。仕組んだのはハンスか。何か、いや何でもない。君の配置先だが失礼します。ん、少尉どうした。彼は後でそちらに向かわせると伝えておいたはずだが。いえいえ、いい男が来てるって話だったんで。まったく。わあ、この子ね。なるほどね。どこかで会ったことがあるか。さあね、合格。では指令もらっていきますので。あ、私がってわけじゃないですよ。まだ出会って間もないですし。間もないも何も30秒も経ってないぞ。分かっている。彼を頼むぞ。すいません司令、自分には何のことか。君とチームを組むことになるエクセレン・ブローニング、階級は君と同じく少尉だ。よろしくね。そうそう司令、うちのボスが使えるやつかどうか確かめるから表に出させろって。またか。わかった。前々回のように泣いて帰らせるようなことはするなと伝えておいてくれ。了解。何がどうなってるんだ。私はどこに連れて行かれるんだ。第2話新天地。まさかいきなり戦闘訓練とはな。ごめんなさいね、うちのボス毎回こうなのよね。ボス、少尉さっきからわからないことだらけなんだが。階級で呼び合うのなんて味気ないことはやめない。味気ない、了解した。エクセレン、これでいいのか。わお、むっつりくんかと思ったら結構ノリはいいじゃない。ゼンガ、準備はいいようだな新人。ん、あっちゃー、しまった。では状況を開始する。状況を開始って日本語になってないんだけど。戦闘を開始するの間違いか。ごめん説明しなかったけど。いいか、標的の武器には実弾を装填してある。死にたくなければ全機破壊しろ。また訓練とか言って実弾か。みんな土地狂ってるんじゃないのか。問答無用、攻撃開始。ああ、あのね京介、あの人がゼンガー・ゾンボルト少佐、俺の上官というわけか。構わん、今は正面の敵にしか興味はない。わお、ゲシュペンスとは嫌いじゃない。それにああいう男もな。行くぞ。ふん、敵を全滅させる。4ターン以内で熟練度アップ。 OK、 スピード勝負だな今度も。能力、量産型ゲシュペンスとマーク2、かっこいい名前だね。エクセレンは別の機体に乗ってるのか。 OK、 さあ結構遠いね。戦闘機3機と戦車3台、あ、4台。 OK、行こうか。ここは距離が遠いからね。1ターンの間マップ兵器以外の全ての武器が移動後に使用できるようになります。どういう意味だろうこれ。ん、あ、移動後に使用、なるほどね。よくわからない。集中、加速、
やっぱ加速だな、ここは。加速。待機。そしてついてこれるか。エクセレンの能力、パイロット能力、脱力っていうのがあるね。うん、なかなか可愛い顔して優秀そうだな。脱力、指定した機体の気力を10下げます。あ、そうなんだ。普通に移動だな。あ、これ味方の支援範囲に入った方がいいんじゃなかったか。もしかしてちょっと置いていかれたぞまずいな。さあ相手の方から寄ってくるか。あ、待機の待機をしてきたか。マジか。ねえ聞いていい？何をだ。試作機を潰したのってあなたのせいなの？欠陥機だった。だが乗りこなせなかったのは事実だ。それについては言い訳はしない。やっぱあなたうちのボスにそっくりね。貴様ら戦闘中に死後する余裕があるなら一気でも多く敵を倒せ。もう少し物分かりはいいつもりだ。同感。じゃあ片付けちゃいましょうか。命中率回避率 30% アップ。移動。さあ、どうしようかな。命中率回避率 30% アップ。行くぜ。突撃だな。どうしようかな。これ支援とかがもしあればね。行動範囲内にいた方がいい。ここでいいか。 M950 マシンガンで攻撃だ。まずは1体ずつ。射撃は苦手なんだがな、死の者言っていられんか。そんなこと言ってる場合じゃない。クリティカルでも破壊まではいかないか。あー、直撃を受けた。終了。さあ敵の反撃はあるか。よし、反撃だ。もしかして敵が全て待機型だと4ターンでは倒せないぞ。よし、今度はかわしたぞ。俺の勝ちだ。左か右に欠けてたのか。俺を落とせなかったのは命取りだ。確かにそうだ。訓練じゃなくて実弾だからな。でもパイロットは乗ってないんだね、この戦車とか。さあ戦闘機かかってこい。起きた。反撃開始。お、カウンターいいね。運の悪い賭けは嫌いじゃない。こっちから攻撃だ。いや、クリティカル連発だ。さあかわせ。おお、いいね。抜けた攻撃だな。あ、待機型。マジか。これはまずいぞ。あと2ターンしかない。エクセレン、何？何を隠している？お前もボス、ゼンガー少佐も俺に何をさせたい？わお。じゃなくて何のことかしら。ほらほら、お仕事中なんだから集中しなさいな。思った以上にいい腕だ。さすがといったところか。あの二人ならば ATX 計画の機体も乗りこなせよう。何のことなんだろう。集中。よし、突っ込め。攻撃いけ。
お、音楽違う？もしかして。かっこいい。射撃はお任せ。あ、しかもどこを狙ってほしい？エクセレン喋ってくれる。嬉しい。おお、しかも射撃得意なんだ。一撃で倒してくれた。私より強い。すげえ。じゃあ私は戦闘機を行こうか。これどういうことなんだろうな。突撃ってちょっとやってみようか。突撃。攻撃力が一番高いジェットマグナムで。いけ。二度目はない。あ、かっこいい。嘘、かわされた。なんか恥ずかしい。かわされたよ。うわー、やばい。前を計り違えたか。やばい、負けちゃうぞこれ。あ、もう一回いけるの？なにこれ。あ、いけないよね。くそー、マジかー。逆に負けちゃうぞこれ。接近戦はダメか。やばいな。致命傷は避けたが容易に寄りすぎだ。ラズマステークセット。うわあ、今度こそ当たった。すげえ、すさまじいパワーだ。戦闘機には避けられやすいのか。反撃だ。やばい。命中率 97% なんだけどな。死の者言っていられんか。うん、ナイス。お、後方に。倒しきれない。マジかー、やばいなこれ。4ターンで破壊よりも勝つことがギリギリになってきたぞこれ。体力的に。エクセレン頑張って避けろ。よし、ナイス。エスケープ月誌。エスケープ月誌、ナイス。私は覚悟してるわよね。おお、クリティカル決まった、ナイス。お、来た、もう一体来た。これも仕返して。うわー、直撃食らったー。もう限界。本当に幽霊に。やばいだ。わお、すんごくいい距離よ。よし、クリティカルだ。いいぞ。ギリギリの戦いだけど、次が4ターン目だよね。
さあこれ一人一体倒せば熟練度ゲットできるぞ。こいつ、あ、両方ともダメージ受けてるよね。さあ集中しようか。命中率回避率アップ。どうしよう、援護射撃とかってどうすんだろうな。これこうやって、あ、合流って何、やってみようか。合流、合流、え、合流しちゃった。あ、これでこのターン倒せなくなっちゃったけどまあいいとしようか。ちょっと待ってね、これで、何これ何これ、あ、不参加っていうのはありなの。物は試しでいこうか。別に参加しなくても倒せるけど、どうなるのこれ合流。うおー、すげえすごいことになってる。この距離で止められるか。うわ、すごいことになってるじゃんこれ合流、いやもう倒してるよいやいやいや、もういいんだけどすげえ。でももうターン終わりになっちゃうのかこれで。ああ、いや、これ敵突っ込んできてほしいね。突っ込んできてくれないと4ターン目で終わらせられない。どうだ、あ、来てくれた、やった、行こう。そうか、こんな技があったんだ、合流っていう。あ、これでもやばいぞ、やられちゃう。あー、やられちゃった、エクセレン。乗ってくる人じゃないのよね。あ、ゲームオーバーこれ。受け取れ、これがこちらのカードだ。いや、メインとサブを逆にした方が良かったのかな。やられちゃったよ。あ、脱出。あー、なんとかクリアできたのかな。よかった、エクセレンでもやられちゃった。よし、これで状況は終了だ。状況って何なんだろうね了解、少佐、それともボスと、うん、好きに呼ぶがいい。ゼンガーかっこいいね。じゃあ私が考えてあげる。そうね、日本風に親分なんかどう。悪くはないな。あー、修理費払わないといけないんだ。そういうペナルティーがつくんだね。なるほど。ふう、格の子、お疲れ様。さてとこれからどうするの。お食事、それともお風呂。まずは報告だ。あら、ちょうどいいところにボスのご登場よ。二人とも揃っているな。ゼンガー少佐、親分でも構わんぞ。京介少尉、お前には ATX 計画で開発されている試作機のテストパイロットを務めてもらう。どうやら本題のようですね。ところで ATX 計画とは。このラングレー基地で進められている強襲用人型機動兵器の開発計画のことだ。ならば俺たちに与えられる機体は、ゲシュペンストマーク2に代わるパーソナルトルーパーの量産試作型だと。半分は正解だ。他にも ATX 計画で預かりテストを行っている機体がある。びっくり仰天は大保証よ。そんなものを保証されてもな。だがどうやらただのプロジェクトではないらしい。別の目的があると見たが。わお、なかなか鋭いじゃない。いい勘をしているな、京介少尉。
とりあえず ATX 計画は地球圏へ迫る脅威に対抗するため立ち上げられたと言っておく。穏やかではないな。しかしその脅威に対する連邦政府や連邦軍上層部の危機感が薄すぎる。だからこそそれを変えるための、いや脅威に対処できるものを早急に育成する必要があるのだ。ネキョウスケはメレタスク最後の一人、つまり4人目に選ばれたってわけ。4人目？ああ、私たちの ATX チームにはもう一人メンバーがいるの。 ATX チーム？俺たちの部隊名だ。ではキョウスケ南部少尉、改めてお前を歓迎する。よろしくお願いします。わからないことがあったらお姉さんに聞いてね。とりあえず3サイズから言っとく。やれやれ。カートリッジを入手、リペアキットを入手。はい、ということでインターミッション、スーパーロボット対戦オリジナルジェネレーションズ、なかなか面白い展開で、全てのねパイロット登場人物、まあロボットオリジナルなんですかね。うん、この後の展開が楽しみですね。気になる方はよかったらプレイステーション2で探してみてください。妖精とかできるのかな、強化パーツ、パーツ装備。京介のリペアキット、ヒットポイントを回復とか、カートリッジ弾数を全回復使い捨て、なるほどね。装備なんかしたり、機体改造、機体能力の強化、ああ資金が許せば運動性をこう上げたりね、できるのか。運動性上げてみようか。まあでも量産型にこんなことしない方がいいよね本当はね。え、全解像度 2%。 ああ、お気に入りのその機体があればもう限界までパワーアップさせていくんでしょうね。それからパイロット養成ですね、エクセレンをね育てていくみたいな。特殊技能、あー PP というのが溜まっていけば特殊技能を身につけることができるみたいですね。まあ私だったらやっぱ経験値アップを最初に取っておいて、さらに経験値をね増やすチャンスを作るとかね、いろいろ楽しそうですね。最後までご視聴ありがとうございました。スパロボ対戦シリーズ楽しいね。よかったら皆さんもやってみてください。スパロボ対戦のね、思い出なんかがあればコメントでも教えてください。それではまた次のシリーズ作品でお会いしましょう。さようなら。